はい。皆さん、こんにちは。写真家の大島隆義です。よろしくお願いいたします。えここからの時間はですね、山岳風景でのハーフ ND 活用術として、山、え、岳、ー、写真で、えーまあ、どんなあのフィルター、ハーフ ND フィルターですね、を使ったらいいかとか、あのどういったシーンで、えー、活用したらいいかなど、えー、僕の作品を交えてあの説明していきたいと思います。 で、えー、っと、今回は、あの、お見せする作品はですね、去年、あの、取りためてきた中から厳選して、えー、持ってきましたので、えー、作品も皆さんじっくり、えー、見ていただきながら、どんなふうに僕が、あの、ハフ ND フィルターを使っているかなど、あの、見ていただければ、えー、いいかと思います。よろしくお願いいたします。えー、っと、まあ、あの、基本的なところなんですけれども、あの、どういったシーン、 あのこのハーフ ND フィルターを使えばいいかっていうところなんですけれどもまずあのーまあ、やっぱ朝夕ですよね朝日日没とかの,あの真逆光の時間帯太陽が真正面にあって、えー、眩しい時間帯とかですよねそういった時ってやっぱ地上にあの露出を合わせてしまうと、あのー、空とか太陽がすごいもう白飛びして真っ白の世界になってしまいますよねで反対にその空とか太陽をあの露出を合わせると 今度地上の部分ですよね。前傾があの黒くあの潰れてしまう。まあそういった時のいわゆる軌道差っていうんですけれども、あのいわゆる天地の,その明るさ、軌道差が大きい時にそのハーフ ND を使ってあげて、あのその軌道差を、まあ、整えてあげるっていうようなところ、えー、シーンを、まあ、あの活用していただくっていうところは、まあ、一般的というか基本的なあのところだと思います。 まあその他ですね、やっぱりあの、太陽が遮光の時間帯ですよね。横から日が差し込む時間帯とか、まあそういったところでもやっぱりあの、地上のあの、明るさとあの空の明るさもやっぱり若干度差が出てしまうので、そういったところであの、ハーフ ND を空の部分にかけてあげて、あの、酷差をま、整えてあげるっていうところもあの、活用するシーンじゃないかなと思います。あとまあ山に限らずなんですけれども、あと森に入ったり、 あと滝渓谷ですよねあの。地上がやっぱ暗い影の部分とあの空の部分の輝度差を整えるっていうところでもあの活用できるんじゃないかなと思います。でその中でまあ僕あの山の写真を基本的に撮るんですけれどもカニ、まあ、フィルターもこの製品パッケージにちょっと使っていただいた写真になるんですけどこれ僕が撮った写真になります。でまあそのやっぱ山ってあの 機材減らしたいですよね。なるべく極力、あの、軽く荷物を減らして、あの、山に登りたいと、皆さん思うと思うんですけれども、その中でやっぱり、その、厳選して、まあ、なおかつ、その、いろんなシーンでも撮れるようなっていうので、あの、前、まあ、あの、カニフィルターの伊藤社長とちょっと相談しましてで、それでちょっと製品セットパッケージ化していただいたのが、この、デュアルパーパス、えー、GND0.9 と、ミディアム0.9。 っていうのが、あの、2枚入って、あと、ホルダーですよね。ホルダーと CPL が入った製品を、まあ、パッケージ、えー、ごめんなさい、セット品、えー、にしていただいたものになります。で、まあ、その、なぜこの2枚にしたかって言いうのと、まあ、いわゆる0.9を揃えて、0.9のその、えっ、ー、と、現行率。で、えっ、ー、と、まあ、デュアルパーパスって皆さんご存知かと思うんですけど、上がソフトで、下がハード側。 グラデーションが調整できるんですよね。いろんなシーンで網羅できる。で、なおかつ2枚あれば、あの、荷物も軽くできる。っていう点で、あの、僕はこれをチョイスして、ちょっとお願いした製品に、えー、なってます。はい。では、えー、ここからですね、僕の作品を交えて、あの、説明していきたいと思います。で、まあ、まず、あの、四季を通じて、あの、作品紹介していきたいと思いますので、1月に撮った写真になります。えー、こちらはですね、まあ、山、 で、登った写真ではなくて、まあ、ふもとから撮った写真になるんですけれども、まあ、僕、こういった写真も撮ったりしますので、あの、場所は山中湖ですね。山梨県山中湖という場所で、えー、富士山と、えっ、ー、と、山中湖に、その、一回、凍ったり溶けたり、凍ったり溶けたりっていうのを繰り返して、その、さざ波で岸に寄せられる寄せ氷っていうんですけど、まあ、それを前景に入れた写真になります。でその、えー、時間帯がですね、これ、えー、日没、 5になります日が沈んだ後やっぱその時間帯でも結構やっぱり気度差が大きいんですよねなので前傾の氷の部分と富士山の部分が結構空の気度差が大きいのであのハーフ ND を使いたいということで、えー、これはデュアルパーパスの方のハード側を使ってあの空の部分をあの、まあ、明るさを落としてあの使ってます。<laughs> でまあ、このデュアルパーパス GND0.9 なんですけれどももともと0.75っていうものがあったんですねでえっ、ー、と、まあ、やっぱ僕その荷物減らしたいのでただ0.75だとちょっとやっぱり原稿率少ないしなっていうのでまあいいとした順にちょっと0.9つれないっていうふうにあのお願いしてあの製品化していただいたこのデュアルパーパス GND0.9 っていう製品がまあ生まれましたまあそれも伴ってまあこの2枚セット品っていうのも あのお願いしているきっかけにもなってます。で次はですね4月に撮影した写真になります。これえー、と愛媛県のえっ、ー、と博多島っていうところですね博多の塩で有名な博多島になります。それの開山公園っていうまあ車でこれも行けちゃうんですね。で駐車場からちょっと展望台登るとこういった桜と、えー、瀬戸内海の島々が撮れる。 えー、朝日の風景になりますで奥にちょっととんがった山富士山っぽい山があるんですけどこれえっ、ー、と岩木富士とも言いますねあの石禅山っていう山があのちょっと富士山っぽいので岩木富士とも呼ばれる、えー、山を入れてあと朝日のちょっと春がすみの春らしい風景がちょうどあのその僕が訪れた日にはあの出会えたのであの結構いい感じで 春,っぽ春らしい、春っぽい写真が撮れました。で、それは、えー、とどういったものを使ってるかというと、えー、プレミアムミディアム GND0.9 ですね。まあ、ミディアムハーフ ND フィルターです。えっ、ー、と、まあ、僕、広角レンズ結構使うことが多いんですけど、まあ、これ 24-105mm を使ってまして、まあ、24mm 側、まあ、広角レンズに近いですよね、24mm って。 なのでそういった、あのー、広角系のレンズでミディアムを使っても結構やっぱ滑らかなんですあのグラデーションの幅がなのでそういった、あのー、広角系には結構僕はミディアムをチョイスして、あのー、使っていることが多いですはい続きましてまた同じ4月の桜の写真になりますこちらですね長野県伊那市にあるあの高遠城市で有名なところなんですけれどもその、まあ、裏山といいますか東側にちょっと山が あ,のあるんですけどそこから登って、えー、とその山にも桜が咲いてたのでその桜越しに高東城市と中央アルプスの山々を入れた夕日の写真になりますでこちら、えー、と日没後ですねこの写真も撮った写真なのでやっぱ結構気度差がすごい大きいですなのでこれは2枚重ねて使用してますえっ、ー、とまず これはですね、ごめんなさい、ソフトフィルターですね。ソフトフィルター、えっ、ー、と、ハーフ ND のソフトのフィルターを使ってます。まあ、ミディアムではなくて、今回こ、この時はあのソフトを使ってあの使用して、でなおかつ、まだ起動差がちょっと足りあの、整えるのが足りなかったので、補える、補えなかったので、デュアルパーパス GND0.9 のソフト側をもう1枚重ねて、2枚重ねして使ってます。まあ、それ、 することで、えー、手前の桜と情景とあと空のその夕,夕焼けのグラデーションですかねっていうのがきれいに整えて、まあ、人間の目の見た目とより近づけるような自然な雰囲気にあの撮ることができます。はい続いてです六、ね、6月に撮った写真になります。 えっと、こちらはですね、九十連山ですね。大分県の星山。星が生まれる山と書いて、星祥山って読むんですけど。そこで、えっと、6月になると、宮間霧島という、えまあ九州特有の、いわゆるツ,ツジの花なんですけれども、紫色の綺麗な宮間霧島っていう花が咲くんですね。で、それを、まあ追っかけに、6月、5月、6月に、まあ二度僕は去年訪れまして、ただ、 ちょっと幸い、幸いではないですね。<laughs> ええー、宮間霧島がですね、あの、ちょっと食害にやられたっていうあの地元の人が言ってまして、いわゆる虫が食っちゃったんですね。で、花があんまりきれいに咲いてなかったんですけれども、それでもまあ、あの、咲いてるとこがポツポツありまして、で、まあ、なんとかいにならないかなと思って探しながら、えー、登った時の写真になります。でこれも前景にしっかり、えー、宮間霧島が たくさん咲いててるところを狙ってでうまくあの夕焼けの時間帯に工房が差し込んだんですね奥の方に山々にでそのシーンあいいなと思ってやっぱ取ろうとするとが大きいんですね奥の工房と手前のあの日の当たってない宮山霧島を入れようとするとやっぱりあの奥の工房が白く飛んでしまうのでこれをまあやっぱりハーフ ND を使用して、えー、撮影しました。 で、これは、これもやっぱ2枚使いましたね。結構やっぱり、えー、夕日の、まだ日が若干西日になりかけた時間帯なので、結構眩しい時間帯になります。なので、これも2枚使って、ミディアムとデュアルパーパスを、えー、ソフト側、2枚使って、えぇ、ー、差を整えて撮影した写真になります。 次は7月に入ります。7月に入ると、まあ、北アルプスですねこちら、えー、唐沢カールという、まあ、有名紅葉で有名なところになるんですけれどまだまだやっぱり山に入るとたくさん雪があって、まあ、残雪期に近いといったところでしょうかねあの雪山がまだ楽しめる時期になりますでその唐沢カールと、まあ、雪解けでできる池があるんですけれどもそこのリフレクションを朝日と比べて、まあ、撮ろうかなと。 思って、えー、朝撮った写真になります、まあ、朝日というか、まあ、モルゲンロートですね山々に日が当たる時間帯をあの狙ってさあの撮影しました。で、まあ、やっぱり日が上から差し込んできて日が当たってきてで当然あの下の、えー、と池の部分にもリフレクションして映り込むんですけどその間がやっぱり暗くなってしまうんですよね。通常これを撮ろうとするとその影の部分が黒つぶれしてしまって。 えーまあ、ちょっとコントラストの強い写真になってしまうので僕はやっぱりなるべく人の見た目の自然のきどさがあの好きなので、まあ、こういったシーンでもあのハーフ ND を使って、まあ、黒潰れしないようになおかつその日の当たってる、えー、朝焼けした山々も、えー、白飛びしないように、えー、ハーフ ND を使って撮影しています。こちらもミディアムですね 超広角の 15mm1535、えー、っていうズームレンズなんですけどそれの 15mm 側で撮影した写真になります、まあ、そうすることで、えー、と朝日のモルゲンロウとした、えー、山々と影の部分の残雪の模様とあとは池に映り込んだリフレクションそういった、えー、写真が撮れるようになりますはい次は、えー、秋になって9月ですね9月に入るとやっぱ紅葉が楽しい時期になります えー、僕は去年9月東北にちょっと一回出かけまして岩手県の三石山とというところに出かけましたでここはまあ本州で一番早く紅葉するっていうふうに言われてる、えーまあ、有名なところというかあの場所になりまして八幡平の近く八幡平と、えー、岩手山の間にある場所に山になるんですけれども結構紅葉が綺麗であの絨毯みたいな感じになる場所なんですね。 ただまあ僕が行ったと年去年はあまりちょっと良くなかったっていうふうな話を聞いてまあ真っ赤にはならなかったんですけど若干オレンジ色に染まってでもそれでもまあ綺麗じゃないかなと僕は思ったのであの朝と夕方を両方狙って撮りに行ってきましたでその翌朝ですね岩手山から昇ってくる太陽の朝日と紅葉前景の紅葉を絡めて撮った写真になります でこちらも1535というまあ超広角の、えー、ズームレンズになるんですけれども、まあ、僕結構やっぱり前傾を思いっきりダイナミックにあの撮ったりするあの写真が好きなので結構もう超広角レンズこの,このレンズですねが、えー、結構主体になって撮影しています。で 15mm ってやっぱすごい超広角で,でもう一つキャノンでも1435っていうさらに 1mm。 超広角なレンズがあるんです。で、それはやっぱり若干こう斜めにしたりすると、3枚重ねにすると蹴られてしまうっていうところがあるので、基本的に僕はこのスリット2枚、あの、入れれるようにあの変えてます。通常はここ3枚、えー、フィルターがこのように入れれるんですけれども、僕はこの2枚で終わるようにしています。まあ、あとはですね、その、まあ、蹴られるのもちょっと、 懸念するところあるんですけれどもまあ3枚っていうのはあんまり僕重ねたりすることも今までなかったのでまあそれでやっぱ蹴られちゃうぐらいだったら、えー、まあ2枚でいいかっていうところでこの2枚を二枚式ですね2枚式にあの僕は変更して使ってたりしますまああとそうですねこのホルダーですよねこう斜めにくるくる回るんですよねでこの写真もそうなんですけど まあ、2枚重ねてこう斜めにかけたりであとはこう度合いはこうスライドさせて画面のどれぐらい締めてあの軌道差を整えるかっていうこともできますので結構この回せるっていうのはやっぱりありがたいですよねはいで次はですねこちらは10月になります えー、僕の結構近くにある山なんですけど長野県木曽御ですね、まあ、10年前ぐらいに噴火して、えーまあ、ちょっと悲しい出来事があったんですけれども今は結構もう噴煙が穏やかでしてで僕の,あの自宅そばからも見ることができるんですこの山。で噴煙、まあ、も結構穏やかになってきてすごいあのまた人気が戻ってきた山なんじゃないかなっていうふうに思って、えー、去年もまあ 二三回ぐらい登ってますね。あの初夏と秋と登りに行って撮った写真になります。で、こ、えー、この,この紹介する写真は、えー、秋に登った10月の、えー、御嶽山の夕方の写真になります。まあやっぱ御嶽山火山活火山なので、えー、まあ活火山らしいまあ山岳風景をまあ撮れたらいいなと思って、えー、前景に、えー、まあ火山らしい岩のゴツゴツ感。 と手法が見えるようにあの撮影した写真になります。でこちらも夕方の写真ですね。えー、画面右側からあの夕日が沈む方角になります。いわゆる斜光の時間帯になりますで。そういった時でもやっぱりソアがやっぱり太陽に近い方が白飛びしやすいので、でこちらはですねあの PL フィルターも一応ちょっと活用してます。PL フィルターこうやってくるくるクルクル回せるんですよね。PL ムラをあえてちょっと使ってるんです。PL ムラを あの左側いわゆる PL を効いてる状況ですよね光の除去がしっかりできてるところを左側に持ってきてで右側は明るくなっちゃうので、えー、そこの部分にあのハーフ ND フィルターを使っているっていう撮り方をしてますそうするとまああんまり空がムラなくあの青色夕焼け色にあの撮れることが分かったのでそういった撮り方で、えー、撮影しました。 まあ日が沈んだもうほんと日没寸前ぐらいの時間帯ですね、まあ、こういった時間帯もやっぱり普通にあのハーフ ND 使わずに撮ってしまうともうほんと空が真っ白系ですっとんでしまうので、まあ、やっぱこういった時でもやっぱりハーフ ND があればえこういう写真が撮れるっていうのはすごいやっぱり、まあ、表現の方法が一つ増えるのでやっぱり。 たくさんいろんな種類の写真が撮れるっていうのはやっぱりすごいところなんじゃないかなと思ってあのいつも活用して僕は撮影してますで先ほどの唐沢の今度は秋ですね紅葉の写真を紹介したいというのはまあうほ本当有名な、まあ、場所シーンではあるんですけれども、えー、絵になりやすい、えー、シーンも結構多くあの表してくれる山域なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。 でこの時もですねあの結構寸光っぽい光がさしてくれてですねあの、まあ、頂上部分稜線は若干影に隠れちゃってるんですけどそのちょっと下の部分し,しっかり日が当たって寸光をさしてくれたんですねで、えー、下には綺麗、えー、に色づいた七か窓を入れてあげて、まあえー、まあやっぱり七か窓影になっててちょっと暗いので、えー、そうするとやっぱり、えー ハーフ LD 使わずに撮ってしまうと、下の前傾の七窓がやっぱ黒く暗くなってしまうので、ハーフ LD を使ってあげて、手前の七窓の色をしっかり出して撮った写真になります。はい。次は12月。ちょっと飛びますけど、一気に冬になっちゃいましたね。冬の写真。えー、まあやっぱ冬になるところの雪原ですかね。やっぱり雪が降って、で、雪の反射で白く だって結構前景も明るくは映せるんですけどそれでもやっぱりあのハーフ ND 使った方がより空との,その調和が取れるというか気度差が整えれるのでまあ当然いらないシーンもあるんですけれどもあのやっぱあればあるだけ越したことないというか、まあ、その分表現方法とか、えー、表現力も増えてくると思うのであの使っ積極的に使うようにしてます。 でこちらはですね、えー、長野県車山、霧ヶ峰とか車山のあたりで撮った写真になります。こちら、シュカブラは、えー、細かいシュカブラがたくさん斜面に出ていてで、その夕焼けシーンですね。で右端にその夕,夕日を入れて、えーまあ、ダイナミックにシュカブラを入れた写真になります。でその夕日の部分を、えー、ハーフ ND で 整えてあげることで、まあ、えー、空と太陽が白飛びしないように、えー、撮った写真になります。まあ、次はまあ、僕がホームマウンテンにしている中央アルプスですね。中央アルプスえー、12月にこれ撮った写真になります。年末ぐらいに撮った写真になります。こちらもシュカブラがあのー、大きく、あのー、えぐるようなシュカブラができて結構いいシーンだったと思います。これ、こちらはですね。朝日の写真になります。 まあやっぱり朝のその日の太陽が出るか出ないかっていうときはやっぱり結構空が気鋭さが生まれてしまうので、まあ、こういったシーンでもミディアム g n d 0 9を使って撮影しましたでこれもちょっとやっぱ斜めですよね斜めにしてちょっと使ったりしますなのでこういう微調整ができるっていうのはやっぱりすごいありがたいところではあると思いますなのでしっかり僕はあの、まあ、結構他の方だとこのホルダー使わずに もうフリーハンドで三脚使ってあのフィルターをレンズの前に使ったりする方もいますけど僕は結構こうホルダーをしっかり使ってスリットに差し込んで、えー、しっかり構図決めをして撮るっていうのがスタイルになってます。はい、ハーフ ND を使った写真は、えー、以上になるんですここからはですね、えー、っともう一味違った写真を撮るために日中長時間露光ですねを使った写真をちょっと紹介していきたいと思います。 えー、日中長時間録音、まあ、最適なフィルターとしていやい一番手っ取り早いというかいいのが ND1000 番じゃないかなと僕は思います、えー、ND1000 番、えー、10段の、えー、段数が、えー、落とせるんですね明るさがで、まあ、10段も落ちちゃうとすごいスローシャッターになるんじゃないのかなっていう結構懸念される方もいるんですけどでもそこは今デジタルカメラで ISO 感度で、まあ、あのシャッタースピードを速くすることもできるので。 まあ、あの400番とか100番とかあるんですけれども、まあ、その辺りはの除いてしまって1,000番を使って、まあ、あとはもう ISO 感度を上げたり下げたりしてそのシャッタースピードを長時間ですね30秒とかまた,また 1, 1分だとかっていうのを切るように、あのー、使って僕は1,000番のみ使用して使ってます。でその ND1,000 番を使った日中長時間ロコの作品をここから紹介していきたいと思います。 でまず、えー、撮ったのが4月ですねまた春に戻りますけれども新潟県の松ヶ峰というところで撮った写真になります、えー、これ松ヶ池という池があって奥はゴルフ場になるんですけど、まあ、そこに桜の木が結構植わってて、まあ、有名な撮影ポイントなんですねでその奥に妙、えー、高山という、まあ、新潟県なのでやっぱすごい豪雪地帯の雪山がそびえて見える結構ロケーションのいい撮影ポイントになります で、そこに、あの、池に、まあ、花イカだになって、結構、風に揺られて流れてるシーンが、あの、出てきてるので、まあ、長時間録音すると、結構いい写真撮れるのかなと思って試して撮ってみて、あ、撮れるじゃんっていう感じで、えー、撮った写真になります。で、まあ、僕の撮り方、そうですね、えー、説明していきたいと思います。 まあ ND 旋盤結構長時間録音をどうやって露出を合わせるのかな結構質問僕受けることがやっぱり多くてですね。まず最初に、えー、普通に撮ります。で、大体やっぱりソーラーがり飛びやすいので、えー、これごめんなさいミディアムなんですけども、ソフト、えー、ハーフ ND のソフトをレンズの外側にまずつけて、えー、通常撮影します。で、 その次に、この ND1000 番。まあ、なるべくやっぱ暗いフィルターっていうのはレンズ側につけた方です。レンズに近い方。なので、手前側を開けといて、で、こうやって後で ND1000 番スロットに差し込んで、あとは10、10段分なので、シャッタースピードは倍の計算ですよね。倍々で考えていけばいいので、まあ、その計算がまず難しい人は、まあ、倍の計算を10段分できない人は、あとはマニュアル、 撮影モードにして、この通常撮影したとき、えー、ND 旋盤をつけてない通常撮影したときに露出系が出ると思います。露出系の位置を把握しておいて、ND 旋盤を差し込みますよね。で、差し込んだときに、えー、当然暗くなりますよね。で、えー、シャッタースピードの遅い方にダイヤルをグリグリグリ回していくと、だん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 こう露出系が寄っています。 でその露出系が寄ってきたところ寄ってきたところというかその最初に撮った n 0 0番を使ってない通常撮影した露出系の位置に来るまでシャッタースピードを遅くしてあげれば一応適正露出で撮れるっていう、えーまあ、ちょっと大雑把ですけれど、まあ、そういった簡単な撮り方もあったりもします。であとはもう微調整ですね。 あの若干やっぱずれることも当然あるので、まあ、そういった簡単な撮り方の方法もあるということを、まあ、ちょっと覚えていただければあの早く撮影できるんじゃないかなと思います結構やっぱ長時間ロコって1分とか30秒って長いですよねで30秒待ってる間に結構シーンが変わっちゃってたりとかすることが多いのでやっぱり1枚っていうのはすごい大事なあの撮影方法になりますなのでやっぱりしっかりあの計算したりとかできるのがやっぱりいいんじゃないのかなと僕は思います はい次5月ですね鹿児島桜島で撮った写真になりますでこちらもやっぱ桜島って常に噴煙を上げてあの黙々と煙を出しながらえー、見える山になるんですけれどもまあそれをまああえて長時間でこう正じゃないですけれどもまあ静止画なんだけどちょっと動きのある写真を撮ろうかなと思って長時間露光で撮った写真になります で、こちらレンズがですね、ラオワっていう 12mm のレンズですね。こちらのレンズになります。で、これもですね、カニフィルター、えー、アダプターがちゃんとあるんですね。で、結構カニフィルターさん、あの、いろんなレンズ、魚眼レンズに対応したこういうアダプターがすごいたくさんあって、もうほぼほぼ網羅してるんじゃないかなっていうぐらい、あの、いろんな魚眼レンズにも対応してくれるのですごいありがたいですよね。で、このラオア 12mm2.8 っていうレンズ、 も一応あの超広角で僕使ってるんですけどこれもホルダーがあってでこの僕はやっぱりあんまりいろいろ種類持ちたくないので 100mm タイプが選べるんですこれ 150mm いらないんですよなのでまあそういった点もあってこの超広角で 150mm 幅のハーフ LD 使わなくてもいいレンズないかなって探した時にこのラオがまあヒットして。 購入したレンズになりますなので、この1 0 0ミリ幅がちゃんと使えるっていう、で、なおかつ 12mm の超高価格、えー、撮影ができるっていうところがすごいメリットのあるところです。ただ、こう、ちょっと回してしまうと、若干蹴られるっていうのはありますね。あのー 一枚でも二枚でも結局やっぱこの多分ホルダーの部分ですね。あ、スロット部分ですね。ここは多分蹴られちゃうんじゃないかなと思って。そこだけちょっと気をつけてください。ただまっすぐ使う分には全然。なので縦取りも横取りもちゃんとできますけど。フィルターをこう斜めにした時だけちょっと蹴られてしまうのでそこは、あの、ご了承いただければいいかなと思います。ただ、まああんまり気になるほど蹴られないので。 まあそれだったら1 5ミリとか1 4ミリでいいんじゃないかなっていう時もあるんですけどまあそういった時はレンズ交換して撮ったりもしますがまあでもこんな件使える分には全然いいんじゃないかなっていうレンズだと思いますあの解像度も十分あるのでおすすめのレンズだと思いますはい次6月ですね6月これも基礎御嶽山で撮った写真になります三の池っていうまあえこの御嶽山 5つ池があるんですけれど、まあ、噴火でできた、えー、噴火口の池ですね湖なんですけれどそれのまあ3番目の,あの池になりましてそこが、えー、まあ氷結して夏になるとやっぱ開氷して溶けていくんですねでそれがまあ流氷みたいに結構いいシーンだなと思ってあの撮った写真になります。こちらも、まあ、雲は結構 速いスピードで流れてたので、長時間露行で撮った写真になります。こちらも ND1000 番と、空の部分も若干やっぱり白飛びしないように、雲と青空しっかり表現したかったので、こちらはデュアルパバパス、ソフト側を使って撮った写真になります。6月の写真になります。こちらは宮崎県の高八穂峰。 という山になりまして霧島連山ですね霧島連山の一角にある山になります。でこちらも宮間霧島はすごいきれいに咲く山なんですけれども、まあ、こちらもちょっとやっぱり食害にやられちゃったのかなっていう感じで、えー、まあピンクの渋滞にはなってなかったんですけどまあそれでもまあ絵になるんじゃないかなと思って、えー、粘って何日間か撮ってた山になります。でその時の夕方に撮影しに行った時に撮った写真なんですけれどもこの時はあの。 まあ、下の方が若干ガスにまかれ始めまして。まあ、帰る時はもうガスの中だったんですけれども、まあその夕日のシーンでえー、っと高千穂海のちょっと下にお鉢っていう。まあ加工ですよね。古い加工があるんですけど、そこからちょっと噴煙っぽく雲が流れるような写真が撮れたので、あこれいけるんじゃないかなと思って。nd1000 番で長時間露光で切ってみたら？ あ、それっっっぽくななったっていう感じの写真になりますでこちらもやっぱ雲の部分がですね光と影の部分がしっかり出るように、えー、プレミアムミディアム GND ですねミディアム、えー、タイプを、えー、ちょっと使って撮影して撮った写真になりますはい、7月の夏の山の写真です、まあ、北アルプスですね、えー、北アルプスは、えー、北穂高岳で撮った写真になります えー、これは、まあ、縦位置で大キレットっていうすごい稜、まあ、線迫力ある稜線なんですけどそれを、まあ、縦位置で切り取った写真になりますね朝型ですねこちらは、まあ、太陽は昇る前本当にまだ空が白じんでる白明の時間っていうんですかねを、えー、ND1000 番とデュアルパーパスを、えー、空の部分にかけて、えー、こちらはソフト型ですねソフ,、えー、ソフト側ですね ソフト側を使った写真になります結構稜線がこう雲を渡っていくような結構綺麗な滑らかなあの雲の表情があのしっかり撮れたんで結構これが何枚か撮れましたね意外とスッとなくなる時も多いので結構やっぱり、えー、これ60秒もかけてるんですけど60秒をやってると次撮れるか撮れないかっていう時もありますのでやっぱり1枚っていうのがすごい大事になってくる、えー、時間帯でもあるし、えー、やっぱり。 長時間ロコってなかなか難しいので、一枚は大事な、えー、撮影時間ですね。はい、次10月ですね。えー、10月北アルプスツガイケ自然園ととこですね。こちらも紅葉はすごい綺麗なところです。ロープウェイで行けて、あの上にも山荘が2軒あってあ、料理も美味しくて、と,、えー、っとお風呂もあって、あの。 アクセスしやすすい山域になりますで遊歩道もあって、まあ、2時間ぐらいあれば一周できる場所ですかねぐるっと回れる場所でで紅葉がすごいやっぱ10月の初旬、えー、10日前後ぐらいに、えー、行くといいと思いますでこちらも結構その雲が、まあ、やっぱ秋なのでね高層雲が流れてたりとか、まあ、低い雲も流れててで奥に白馬岳という山があるんですけれども まあそれが若干見え隠れしててなかなか肉眼では見えないけどでも長時間で切ったらどうなるかなっていうふうに、まあ、ちょっと試しで最初は取ってみたんですけどもそれで、まあ、長時間で切ったらあのその白馬だけがちゃんと、まあ、顔が出てきたのであじゃあこれもう一枚取ってみようっていう感じで取、まあ、ってみて、まあ、白馬だけがしっかり両、えー、線がはっきり見えるようになるように、まあ、何枚か取ったうちの1枚になります。 まなのでこれが通常で撮っちゃうとやっぱ雲が止まってるのでまあ、山の稜線隠れちゃうんですけど長時間露光できることによってこういった稜線見えてなかったものが見えてたりまあ,あと、えー、先ほど言ったみたいにまあ生と動きのある写真が撮れたりするので是非、まあ、チャレンジしてみていただければいいかなと思います。